売る側になると、お客様の気持ちに配慮できなくなります。どうやったらお客様の課題が解決するのかよりも、お疲れ様です。即決営業のえいもとです。今日は売れていない営業さんのあるある参選をお伝えさせていただきます。B2B の方、 b to c の方どちらにも共通して言えることですぜひご参考にされてください素営業まず1つ目アプローチの仕方そしてヒアリング時の聞き方です売れていない営業さんってねお相手の状況を確認する際の聞き方がまるで事情聴取なんです一方的に話して質問を投げるスタイルになっている人これ結構多いんです私先日ねショッピングモールで 携帯ショップのイベントで声書きをされましてね、一度聞いてみようと立ち止まったんです。そしたら、その営業さん、そこから、まあほんとマシンガントークで、いつ頃からこの携帯にしているのか、プランはどうして決めたのかなどなど、たくさんいろんなことを聞いてくるんですね。一方的に必要な情報の聞きまくりです。気持ちはわかるんですが、 聞かれている私はやはり気分悪かったですしね。もちろん続けて話を聞こうという気持ちにはならなかったんです。事情聴取、気をつけてくださいね。では、売れない営業さんがやっている行為、二つ目。いきなりお客様の現状を否定するという行為です。人というのは高い確率で他人から注意をされたり、意見を言われたり、 否定されたりすると不愉快に感じたりするんですよねこれもまた先日の携帯ショップのイベントで声掛けをされた時のエピソードですがいきなり私の携帯のプランと利用状況を見てねこれやられてますわっておっしゃるんですつまり高いプランに入らされていると言いたかったんでしょうねでもいきなり否定されるとねそれを決めた自分も 否定されているような気持ちになってね確かに言われていることは正しいことかもしれませんが不愉快な気持ちを殺してまで話を聞く気持ちにはなれずバッサリお断りしました B2B でも B2C でも担当者やお客様が受ける感情というのは契約を左右しますあからさまに問題点を指摘しないことここ大事ですよね トップセールスはお客様自身に不安や不満を語らせているんですお客様自身に不安や不満を語らせるとその後の商談がスムーズになるんです意識しておきましょうでは最後売れない営業さんがやってしまっている行為3つ目お客様に寄り添えていないということなんですお客様に自分の売りたいを押し付けてしまっているんです 売る側になるとお客様の気持ちに配慮できなくなりますどうやったらお客様の課題が解決するのかよりもどうやったらお客様を落とせるのかここばかり考えている人一生売れない営業マンのままですトップセールスはお客様に自分の売りたいを押し付けないんですつまりお客様に寄り添う形で商談を進めるんです 一緒に解決策を考えるという感じです。寄り添う姿勢でいれば売り込まなくても売れるというわけなんです。お客様が考え方を変えて行動しようと思うストーリーを組み立てておくことが重要ですよ。売り込まず一緒に解決するという姿勢に切り替えて提案をしてみてください。課題の解決策を一緒に考えてくれる人が目の前にいれば 当然当たり前のことですが高い確率で任せてみようかなっていう気持ちになりますよね決営業ではまとめさせていただきますまず1つ目アプローチの仕方ヒアリング時の聞き方です事情聴取にならないよう意識をしてくださいねアンケートで情報収集をされる手法を取られている方特に気をつけてください2つ目はいきなり お客様の現状を否定するという行為です不愉快と思われると話は潰れてしまいますだからといって小びろということではありません心地よくお客様が話してくださるようトークを組み立ててください3つ目はお客様に自分の売りたいを押し付けてしまってるということどうやったらお客様の課題が解決するのかよりも どうやったらお客様を落とせるのかここばかりを考えている人一生売れない営業マンのままですトップセールスはお客様に自分の売りたいを押し付けないんですどうすればスタートできるのかを一緒に考えるんですお客様が考え方を変えて行動しようと思うストーリーで商談に挑まれてくださいねあなたの成約率が上がることを願っております 我々株式会社即決営業はあなたの制約率をアップさせるため東京新宿セミナールーム大阪ナンバーセミナールームウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております正しいセールスのやり方を学んでトップセールスマンになりたい部下には契約になるトークで教えたい最強の営業組織を作りたいという方は東京大阪ウェブでの無料セミナーにご参加されてみてください セミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加いただけます。よろしくお願いします。あなたの即決力が上がることを願っております。一緒に頑張りましょう。即決営業のえいもとでした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。 今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。